ようこのルパン三世だ。今日はドラッグストアのバイクの説明に入りたいと思います。はい、どうもルパン三世の安田です。今日はヤマハのドラッグストアの250の説明をしたいと思います。まずマフラーが、これですね。これが3万円ぐらいです。ヤフオクで売ってました。あとエンジンガード、これ6000円。あとは風防、これもなかなかいいんじゃないですか。これがまあ3000円ぐらいですかね。あとはパニアケース、サイドケースですね。これがかっこよくて、約3万円。あとこれ、このシート、これが約5000円で購入しました。車体価格が21万。で、これ、わざわざ青色に乗って白いラインに塗ってもらいました。これも4万円ですね。で、合わせて35万ですかね。それではエンジンをかけたいと思います。スイッチオン。それではルパン三世安田、バイクに乗りたいと思います。それではまた会おうぜ。